工業化高校応援プログラム青春工業ハイスクールクリップ。こんにちは、太郎です。東海エリアは自動車産業や航空宇宙産業を中心とした世界屈指のものづくり集積地です。そして日々ものづくりへの情熱を育んでいる高校生たちは、このエリアのこれからの産業を支えていく原石。青春工業ハイスクールクリップでは、そんな工業科高校に通う学生に学校のことや将来のこと、いろんな話を伺います。青春工業ハイスクールクリップ、東明工業の提供でお送りします。50周年を迎える東明工業は、航空機、ロケット、自動車、船舶などのモビリティ産業に携わる会社です。卓越した技術力と行動力をエネルギーとして、新しい時代に挑戦し続けます。詳しくは東明工業のホームページをチェック。さあ、今回も愛知県立小牧工科高等学校をピックアップしていきます。情報技術科3年、古田雅人です。はい、情報技術科3年、高野光です。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。高野さん、もう緊張取れてきたでしょ。いや、もうだいぶ緊張はしてないです。緊張してない？はい。じゃあちょっと帰りに白ノワールもう一回食べてみたらどうかな。先生に怒ってもらいます。先生に怒ってもらいます。すごい抜かりないね。さあさあ、今日もいろんなお話聞いていきますけれども、二人さ、部活は入っているのかな？はい。この前古田君はチラッと言ってたよね。はい、そうですね。電子工作部に入ってました。電子工作部。そうですね、あのライントレースで動く車っていうのを、新しい単語が出てきました、はい、全体的には黒いコースなんですけど、うんうんうん、その中に1本の白い線があって、でその白い線の上を沿っていくように走る、はい、それのまあラジコンくらいの大きさの車を自分でハンダ付けだったりして作って、でその中にプログラムを入れて実際に走らせるっていう。なんか面白いよね。そうやってさ、デジタルとアナログのちょっとね、はい、なんか融合したハイブリッドな形のそうですね、ものをやってんだ。はい。高野さんはどんな部活を？と部活は3年間吹奏楽。あ、吹奏楽。はい。なんか意外かも。だってね、先週の放送では無心でハンダ付けする授業がすごく好きだと、はい、ここにこんなパーツ来るんですかっていう期待と裏切りをね、楽しみながらやってるって言ったけど、はい、楽器は？楽器はホルンを担当してます。ホルン、はい、と自分が高校入試の年に、うん、とその今は吹奏楽部になってるんですけど、うん、その時マーチングバンド部で、うんうん、マーチングバンドを題材にしたドラマが放送されたんですよ。ええ、マジで？はい、でそれを見て、あ、入りたいなと思って入部しましたね。はあ、え、そのテレビドラマ化されるってことはさ、はい、結構変わったマーチング部だったの？そうですね、衣装であったりとか演出がちょっと他にはない感じのものがあって。え、どんなどんな？衣装はまず、黒つなぎに黄色のヘルメットちょっと どういうコンセプトなの？その工業高校みたいな感じってこと？そうですね、工業高校なのでまず作業着を着る、うん、っていう部分があって、で演出の部分は腕立て伏せ、腕立て伏せを10回するんですけど、ちょっと待って、演奏じゃなくて腕立て10回する？10回した後にスムーズにさっと演奏に入るっていう、うん、おー、そっから入るんや。はい、高野さんめちゃめちゃ変わってるね。それにやりたい、私も腕立て伏せしたいみたいな。腕立て伏せではなくて演奏がしたい。あ、演奏、そこは演奏ね、はい、それ変わったパフォーマンスしてるの面白いな。そうです、このマーチングやりたい。でも今やってないでしょ、吹奏楽？今は、一般の社会人バンドで活動してます。あ、そうか、じゃあもうそれはやってるんだね。はい。2人のさ、学校以外のなんかプライベートのとこもちょっと聞いてみたいな。趣味が、うん、その PC のゲームをやってて。大好きや、もうすごいね。はい、もうゲームは本当にその小学校の頃から、うん、その父さんが昔、うん、使ってた、もうそのスーパーファミコンのやつを、うん、あの小学校の時から触ってたりしてて、はい、そうなんだ。でそのちっちゃい頃からのゲーム好きが、うんうん、まあ、今でも残ってて、はい、あの同じクラスの友達とか誘って PC ゲームで遊んでますね、うん、もうパソコン周りも好きだし、物作ることも好きだしっていうね。はい、はい、そうです、ね、物作り全般いけそうだねそうですかね。高野さんは普段何してんの？休日とかはサイクリングに出かけて、うん、サイクリング、はい、自然の中でぼーっとしてます。自然の中でぼーっとね、もう悟りの境地みたいになってんじゃんみんなでわーってやったりとかじゃなくて？
いや静かな自然が多いとこで。おーそっか、大人やな。最近ではどこ行った自転車で。最近だと、岐阜の揖斐川っていうところがあるんですけど、うんうん、まで往復160キロでした。え、お自転車で一人で行ったの。友達と一緒に。あ、友達と一緒に。え、朝3時に出て。朝3時に出発。寮に行く感じやん。いや、そうそう、なんか何かを取りに行きました、ね、みたいな、はい、何かを取りに乗れなくていいんだよ。ぼーっとしに行っただけなんでしょ。ぼーっとしに行きました。どんぐらい、その朝3時に出て帰ってくるの何時なの。夜の9時でしたね。はぁ、その揖斐川で楽しんだ時間は結構ゆっくりしたの、休んだの。揖斐川ではアイシングで5分。アイシングってただもう休憩するためだけに寄ったみたいな感じやん。筋肉冷やすためだけに。そうです、そうです。は？はい、一日中これ。それロードバイクかなんかね。いや、ママチャリです。ママチャリでかい。気をつけてよ。160キロを朝3時に出て、ね、休憩もままならぬ5分アイシングのみ。揖斐川楽しめよ。友達もだからそれに付き合えれるようなタフな人なんだね。そうですね、友達も同じような感じの子です。そうか。そうか、なんかね、その腕立て伏せのパフォーマンスになんか影響を受けるのなんかすげえわかるな、高野さん。ご家族心配されなかった？朝3時出発して。いや、心配されると思ったので、ね、出てくときは静かに出てきました。こっそり、こっそりママシャリ乗って揖斐川向かって。そうです。何やってんだよ。めちゃくちゃ面白い休日過ごしてるじゃん、はい、知ってた古田くんこんな人だって。高野さん、いや今日初めて聞いて正直びっくりしました。見えるよな。面白いな。じゃあね、そんなプライベートな話もいろいろ聞きましたけど、まあ将来の夢こういう風になりたいみたいな話も聞いていきたいな。古田くんありますか。中学校の頃は自分が趣味がゲームだったんで、うん、そのゲームのプログラマーとかだったんですけど、ゲームプログラマーはちょっと諦めて、うんうん、でその普通に就職したんで、まあ、将来の夢は温かい幸せな家庭を築くと。いやいや、そこからでもまた目指せるしね、ゲームの世界ってね。そうですね、はい、そうそう、好きがやっぱり仕事に新しくなってたりするし、はい、まずはやっぱり就職だってことでね、絶対いい家庭を作れると思うよ古田君。はい、ありがとうございます。そして高野さんも夢聞いてみようかな。自分は電気と消防関係の消防関係のことが好きで、うんうん、それをまあいろんな知識を持ってるので、それを仕事に生かして、消防設備士っていう仕事があるんですけど、でいろんな人が使う建物だったりとかを守っていけるような仕事をしていきたいなって思っています。そういう配線であったりだとか、家とか施設とかの、そうです、そうです、そういうものを設備するような仕事。はい、実際にそういう仕事に今もうついてる、就職が決まったんだっけ。はい、就職決まりました。すごいね、どんどん突き進んでる感じあるね。またいろんなね、鷹の節がどんどん発揮されるような気がするな。うん、はい、というわけでね、お二人からもうなんか想像以上の話がいっぱい聞けて、未来も明るい上にめちゃめちゃおもろい二人やんと。あとなんか学生らしさもねあって、すごくなんかパワーをもらいました。お二人これからも応援していきたいと思います。というわけで今回は愛知県立小牧工科高等学校より情報技術科3年古田雅人くん、そして情報技術科3年高野光さんにお話を伺いました。お二人ありがとうございました。ありがとうございました。池戸製作所では共にものづくりをしてくれる社員を募集しています。自発的に発言し、周囲の人たちと一緒に成長できる人、新しいアイデアをどんどん生み出してくれる人、あなたの長所を伸ばしながら、あなただからこそできることを一緒に見つけていきましょう。詳しくは池戸製作所で検索。青春工業ハイスクールクリップ、池戸製作所の提供でお送りしました。